バーナーズ高校時代のストリープバラク・オバマ大統領とメリル・ストリープはアメリカ合衆国の女優。更新不可能と言われたキャサリン・ヘプバーンの持つアカデミー賞のミネート記録を23年ぶりに塗り替えると数々の賞を受賞。ニュージャージー州サミット出身。父親のハリー・ウィリアム・ストリープは製薬会社の役員。母親のメアリー・ W ・ストリープはコマーシャルアーティスト。 スイス、ドイツ、アイルランド、イングランドの血を引くオランダ系アメリカ人である。ストリープという名前はアメリカに移住する当時、彼女の先祖が自らの名前に線を引いたことにちなむ。オランダ移民であった先祖は、ストライプという発音がなまり、ストリープという響きに変化し、そう名乗るようになった。1963年、一家は同じ州のバーナーズビルに引っ越し、ストリープは バーナーズ高校に入学した。バッサー大学在学中に奨学金を得て、イエール大学演劇大学院で学び、卒業時にはキャロル大演技賞を受賞した。イエールを卒業後、1975年にニューヨークに移り住む。パブリックシアターのレパートリー作品に出演。舞台俳優としてキャリアをスタートさせる。1976年。 ニューヨークシェイクスピアフェスティバルで上演されたヘンリー・ゴセイとシャクニワ・サシオに出演。シャクニワ・サシオではサム・ウォーター・ストーンとジョン・カザールと共演した。この時の共演がきっかけでカザールとの交流が生まれ、彼との関係はカザールが1978年に没するまで続いた。同年、ブロードウェイデビュー作となったテネシー・ウィリアムズ作の メンで、一杯の27台のワゴン及びアーサー・ミラー作の、二つの、月曜日の記憶の2作品で、トニー賞並びにドラマデスク賞にノミネートされ、シアターワールド賞とアウタークリティックサークルの、演技賞を受賞。またこの頃、タクシードライバーのロバート・デ・ニーロの演技に衝撃を受け、映画のオーディションを受け始める。キングコングのヒロイン役のオーディションにも出ているが、 プロデューサーのディノデラウレンティスに酷評され、落とされている。1977年、フレッド・ジンレマン監督のジュリアで映画デビュー。同年、アントン・チェーホフ作の桜のソノの舞台に立つ。桜のソノにおける彼女の演技に目を留めたロバート・デ・ニーロはディアハンターの彼の相手役としてストリープを推挙。1978年12月公開の 同作品で第51回アカデミー賞助演女優賞にノミネートされる。1979年公開のクレーマー、クレーマーでアカデミー助演女優賞を、1982年公開のソフィエの選択でアカデミー主演女優賞を受賞。さらに2011年公開のマーガレット・サッチャー・鉄の女の涙でアカデミー主演女優賞を受賞した。 2016年2月に開催される予定の第66回ベルリン国際映画祭の審査委員長に選出された。役になりきるために事前には徹底したリサーチを行うが、台本はあまり読み込まず数回程度が常である。彼女がオスカーを獲得したソフィエの選択では、役作りのためにロシア語なまりのポーランド語、ドイツ語及び、 ポーランド語なまりのある英語を自在に操るなど、作品の背景や役柄に応じてアメリカ各地域のイントネーションを巧みに使い分けている。この特徴は彼女の代名詞ともなっており、そもそもは彼女が女優を志す以前にオペラ歌手志望で訓練を受けていたためである。音楽の世界で培われた絶対音感もあるため、ストリープは全米でなまりの女王と呼ばれ、 その日出た類いまれなる才能は高く評価されている。ロバート・デ・ニーロは、ストリープのことを自分と最も息の合う女優と言っている。2020年現在、アカデミー賞に21回ノミネートされており、これは俳優としては最多の記録である。また、ゴールデングローブ賞を8回受賞しており、男優、女優を通じて史上最多記録である。大女優では、 非常に珍しく、舞台、尺には差しを、で共演した、ジョン・カザールと婚約していたが、カザールが1978年3月12日に、ガンで死亡したために結婚に至らなかった。同年9月30日、彫刻家ドン・ガマーと結婚。ガマーとの間に4人の子供がいる。また、1993年に、北九州市の国際村交流センターの完成に、 合わせて設置されたガマーの彫刻の除幕式の際に来日しており、式典後に同市で行われるワッショイ百万夏祭りのパレードにも夫婦で参加したより、子供の一人に女優となったグレースガマーがいる。詳細はメリルストリープの受賞とノミネートの一覧を参照。ありがとうございます。